様こんばんは、葵ひなたです。こんばんは、こんにちは、おはようございます。ちょっと早めに始まりました。本日の映画はプロメアでございます。私初見の映画なので内容を全く知りません。どういう何を主軸にした映画なのか全く知りません。なんかあのキャッチコピーとかで燃えるっていう言葉がよく出てくるので消防士か何かのお話なのかなとか予想してたりしますけれども、あさもりさんこんばんは、エキサさんゲンガー、こんばんゲンガー、こんゲンガー。丸、黒焦げになる。黒焦げ。燃え上がって、黒焦げになってしまう。どんな映画なんですかね？とても楽しみです。プライムじゃないや。YouTube で見る方とかは、アーカイブで見ている方は、再生開始して0秒のところに合わせてお待ちいただくとスムーズにスタートできるかと思います。いきまーす。こっち、部屋を暗くして画面いっぱいにしてましょう。始まった。エクスフラーク。よし、始まりましたね。なんか私の方だとちょっと重いんですけど。スーパーフライのダブル主題歌。なんかめっちゃくちゃカクカクする。なんでだろう。画質を落としましょうか。カウントとずれてしまう。でもこれずれたとしても勝手に合わせてくれるから大丈夫なのか。寿司詰めの電車。重いから更新したらまたカウントから始まっちゃった。この矢印何なんだろう。トリガー、あ、痛い。ストレスかなこれ。わ、
じゃん。その程度のストレスでそんな大爆発を起こすの？全世界で大変なことになるじゃん。なってたわ。人体発火現象。バーニッシュ。マットバーニッシュによる炎上テロ。何それ？何が起こってるの？世界同時大炎上。大変なことになっておる。どんな映画なんだこれは。プロミア始まり申した。何？エンドクレジット？これがスーパーフライですか？スーパーフライって聞いたことないですね。これではない。これは誰なんだろう。すごい形のビルだ。バランスどうなってんの？やっぱ消防士的なことなのかな？バーニングレスキュー。かっこいい。何その重そうな飛行機。自前の消火システムがついてる。外側に。なんて？一瞬名前が出てきたような気がした。あ、そこに乗ってたんだ。え？人を撃ち出すの？飛んでった。ロボットじゃん。パワードスーツじゃん。そういうアニメだったのこれ。
アリス。バーニッシュフレアの巣窟とか、燃えてるだけじゃないんだね。すごい特殊な炎なんだね。空中で装着する。確かに、飛んでいきながら。合体シャドウ。レミー。レニー？レミー？ルチア、パリス、レミー。あれ、燃え上がった人たちは、生きてるのかな？発火した人は、死んじゃうのかな？でも、燃えながら、走ってた暴走族いたし。便利なコンテナだけど振動やばそう。イグニス。イキちゃんかー。アイナ。その場でターン。お、主人公っぽい奴ら。ガロンティモス。ガロか。兄貴じゃん。いっけ兄貴。ガロッティモスっていうな。どこまで行くんだ。あれをやるぞ。合体だ。危な。死んだね。生きてた。煙どかす？扇風機。なるほどね。後ろ？そんな風当てて大丈夫？燃え上がらないの？ね、昔の火消しが持ってたあれだね。ヴィランっぽいの出てきた。マットバーニッシュ。テロリストだったってこと？あ、この曲がスーパーフライ。30年。志は兄貴なのかな？マハ
ビーユーワーレシュアエサバナレアマレディラヒジュマキガナシャラ。っていう曲名。あら、かっこいい。顔面じゃん。こっち。映画始まった。なるほどね。シヤマさんか、これビラルじゃん。大砲。かっこいいな、このヴィラン。黒くて足が細いのがいい。先生。バイクのセンスは好みじゃない。突っ込んだ。ああ、他のビルに被害が。この物理法則ガン虫の動き、トリガー編みがあっていいですね。あ、それ武器としても使えるの？何それ、チェーンソーじゃん。僕っ子だ。誰だろう、この声。言ってることはめちゃくちゃですね。弓矢だ。さあ、乙女太一。知らない人だ。ああ、ビル。ビルが。すっごいゲームっぽい演出ですね。なんかちっちゃいの来た。火の見やぐら的なやつが。
俳優さんか。子供なんだ。でもこの人女の子だとばっかり思ってた。仲間がおる。勝手に戦って、周りに迷惑かけて。合体しそう。リオ、フォーティア。新人なの？初戦？新人だったんだ。まさかの初陣。なんか出てきた。大佐。軍人さん。これが最新式のスーツなのかな？なるほどね。息が。ね、腕組み絶対やめない。かっこいいじゃん。クジラさんみたい。炎を操るミュータント。なんか最初に怒った
あれを見る感じ、炎を操るっていうか、なんか発火しちゃったような感じだったけど、そういうわけじゃないのかな。逮捕された人には人権ない感じ？まあ現行犯だもんね、今回は。裁判とかないんだね。裁判所ってものはあるみたいなのに。こっちらは叩いてくれてる。プロメポリス。クレイフォーサイト。なるほどね。この人も消防士なのかな？一枚丸々食べて。堺雅人がクレイフォーサイトの立ちを見て、屈強な体と喉をしているから、もっと力強い声出さなきゃってなって、その声を聞いた制作スタッフは、堺さんこんなに強い声出せちゃうと、首もっと太くないとダメじゃんってなって、お互いに首が太くなり続けた経緯がある。クレイフォーサイトの中の人が堺雅人ってこと？堺雅人って倍返しの人ですよね？結構俳優使ってるんですね。姉妹？沢城さんかな、これ。ワームホール？割り勘なの？これは合わない。どうしたんでしょう。
らのお姉さん、くしみずさんなんだ。バーニッシュじゃなかったとしても、バーニッシュの力を使った時点で逮捕されるの？バーニッシュっていうだけで逮捕なんだ。望んで得た力じゃないのに。あ、裁判あるんだ。現行犯じゃなければ裁判ある感じ？これは脱走の支援なのかな？ってわけじゃないのかな？すごい。財団？外側からだったら弱いんだ。どうやってここから脱出するんだろう。あ、結構な人数いたんだ。こんな狭いところに、私じゃあるまいし。ねえ、ヘイローの私じゃないですか。え、それで飛べるんだ。飛べる装置をつけてたとかじゃなくて、バーニッシュの能力で飛べるんだ。面白いさんじゃないな。誰だろう、この声。5メートル以上氷？さくらあやねか。
左腕のサポーター？お姉さんがめちゃくちゃ有能なんだ。二人でこけそう。たまたまここに。子供？パーニッシュだとしてもまだ何もしてないからね。うっかりさんじゃん、捕まっちゃった。こっちは覚えてる。ねえ、髪の毛が潜入に向いてなさすぎる。普通の医療書士じゃなくて、バーニッシュとしての力を伝えてるとかそういう系？魔力的なものなのかな？ダメだった。何しゅ、死ぬと灰になるの。
へえ、燃えても大丈夫なんだ。なるほどね。なんか実験されてるの？クレイが主導となって何やら怪しい人体実験をしてる。で、バーニッシュはそれに対抗して。なるほどね。にしてもやばい形状のビルだな。向こうを信じたんだ。命の恩人よりも。どういう実験をしてたんだろう。私気になります。松山ケンイチが演技上手くなるの？ここまでずっと棒読みだったから、ずっと気になってた。何それ？ミカラビーム。
アトラクションみたい。こんなサイズなのに1万人しか乗れないの？あら、お姉ちゃん。エリス。燃料として使ってるってこと？ワープエンジンの燃料。非人道的だ。これは悲しい。倍返しされる。なんで旦那って呼び方すらダメだったの？なるほどね。これを使えば、向こうの星に、人を転移させられるってこと？船には1万人しか乗らないけど、向こうに行ってから、この機能を使って、人を転送させようとかそういう話かな。
普通に暮らしてるだけなのに。もうテロリストだろうがなかろうが、人権ないんですね。枝やしら。この人は知ってるんだ。お、出たわね。スパイか。買われてしまったのか。なるほどね。騙されてしまった。何それ、強すぎる。連鎖型。めちゃくちゃ悪役って感じがする、この、なんとかさん、黒い人。どっちも黒かった。どっかで聞いたことある声。ビラル、そういう使い方か。こう、キルラキルの人いるんですね。キルラキルを見ていないのが悔やまれますね。一回打ち込んじゃえば、その後ずっと聞いていくってことですかね。熱を吸収して、それを氷に変えることができるんだったら、それ溶岩に使えばいいじゃんって思うんですけど。めっちゃ効率的だ。
地殻、違う、地球にいる人を転送するんじゃなくて、あの船を丸ごと4光年先に転送させるために使うのかな。じゃ、転送先にはすでに装置は用意してあって、そこに転送するってことかな。ケント小林ネズミ？きな臭いねー。グレンラガンネタとギルラキルネタと俳優ネタが入ってるんですね、この作品には。出てく気なんだ。宇宙パトロールルルッコ、それも知らないやつだ。そういうことにされてしまう。妹に対する歪んだ愛情。あら、かっこいい。なんでこうなったの？取り出せたの？復讐だ。これでマグマの力を得たら最強になってしまうのでは？
ゴン。かっこよいじゃん。泣いておる。あらやだ、かっこいい。炎の上走ってるんですけど、やっぱこの世界の炎には実体があるんですか？まぶたか、それ。アビシ。クレイフォーサイトがどのくらい強いのか気になる。あ、普通の炎とバーニッシュフレアは別物なんだ。すっごい格ゲーっぽい。ケツ燃えてますけど。現役当てられてる。いいね。ピザ屋さんが使って出たのが、そもそもバーニッシュの力で起こした炎を使って焼いてたのかと思ってた。普通の炎もバーニッシュフレアも赤くないからもうすごいよ、わかりづらいこれ。さあ、クレイフォーサイトがどれだけ強いのか。火消しがやってきた。めっちゃ悲鳴上げてたじゃん。100万10倍？
クレイは、もしかしてバーニッシュとは逆に、氷を操れる能力とかそういう。その通りである。絶対この場所来ると思った最後。あっちいって言ってるじゃん。お。どこまで凍ってたんでしょう。呼吸できてる。なんか出てきた。なんか出てきた。タキューマ？日本タキューマ連合会。芝のバカ力が毎回出てたらもう最強すぎる。すぐ体が壊れる。この子も来たんだ。アイナだっけ？かわいいじゃん。プロメアの秘密。ほんとだ。リオ袖なしになっちゃってる。出た。何そのエッチなアングル。なるほどね。
この街ごと飛ぶ感じ？でかー。なんでこんなでっかいのに1万人しか行けないの？妹は軽率に人を裏切る人だ。イラスト。それを知ってたわけじゃないんだ。この子は。何か人体実験をしてるっていうだけだったんだね。この生命体、プロメア。生きてるんだ。似てるじゃん。何それ？こんなこともあろうかと。デウス・エックス・マキナ。たまたまだった。
ちゃう。雑。つまりこのロボットは気合で動くってことでいいんですかね。なるほどね。燃やしたいやつは燃やせ。そのために火消しがいるってことだね。じゃあこのバーニッシュの人たちが燃やせる場所があればいいってことですよね。街を燃やさなくても済むような、好きなだけ燃やせる場所を用意してあげれば。攻撃設備も備えてる。刺さった。なるほどね。もっとなんかかっこいい感じにしろってこと？お、グレンラガンじゃん。なんだって？リオデカロン？かっこいい。リオデカドン、カロン。まさか完成していたとは。火の用心パンチ。ハッキングした。本人に聞いた。
連ラガンっぽい。でも地球が、ねえ、地球が滅ぶから移住するんですもんね。早いか遅いかってだけですもんね、ほんと。こっちも、ロボットに。変形だ。はね、でかい。いい顔してる。それ、砂？滅殺開墾ビーム。ああ、なるほどね。しがたいな。首めっちゃ伸びるじゃん。めちゃくちゃ首太いね。背中のタンクがかっこいい。にしても頭が小さい。船の中でこんな暴れて大丈夫？クレイザー X？ あらやだかっこいい。そんなこともできるの？質量。質量無視。良いね、良いね。やっぱこれガロが勝手につけた名前だよね。天才パイルドライバー。じゃあ名乗りなよ。名前つけられるの嫌なら名乗りなよ。
レイは漢字を使いたいんだね。ガロはカタカナで呼びたいの。まといきや。ああ、あれか。何でも要望かなえて作ってあげるの。マジかわいい。形覚えてるのかな？ギガドリルブレイク。まといでっか。これで転移できなくなっちゃった。スポ。部下への信用がなかった。バルカン生きてるの？2対1だと？いや、もともと2対1だった。逆。2対2になる。すごいエネルギー。絶対レイド宇宙メッシ法。なんかもうちょっとの工夫でなんとかなりそう。痩せ我慢かー。バカだった。カジバのバカだ。なんだそれ。エネルギーを直接注入した。さ、温めてる、温めてる、めっちゃ可愛い。バルカンは？乗るなりよ。
一緒だったの？すごい顔だ。バーニッシュだから炎が効かなかったんだね。すっごい顔。頭まで燃えてる。助けてくれたわけでもなかったの？ああ、そんな感じだったんだ。何そのボール。お姉ちゃん。バルカン。来たわね。生きてた。あ、プロメテックエンジンの完成版。妹。そんな そんな雑な。ああ、デウス・エックス・マキナのコアを抜き取ったんだ。仲間たちがー。この助手くんすごい忠誠心が強い。そんな。うちは？
打ち上げか。こんなこともあろうかと。強っ。ドリルだ。キカドリルブレイク。火山が。ただのマグマじゃなくなった。どんな戦いよ。もうやばいでしょこれは。ドリルでコアに突っ込むとか。めっちゃクレーンラガンだ。やったか。なぜ？二人で一つになった？なるほどね。すごい。一発でのした。結構現実的な蘇生方法だった。さっきリオがやってたやつだ。それでなんとかなるんかいな。なんとかなったー。ポリゴンが形成されていく。動かしちゃった。
なんとかなるんかいな。みんなの螺旋力を。なるほどね。炎で一旦守って。一回燃やすんだ。地球の酸素がなくなっちゃうんですけど。かっこよいじゃん。燃やし尽くせた？カロは？ウニが。プロメアがなくなっちゃったんだ。みんな普通の人に戻った。おるやん。バルカンちっちゃ。なるほどね。これがプロメア。熱
い作品でした。いいね、バディモノ。バルカンがまさかあんなだったとは。本当だ、剣道小林だ。いきなり落ち着いた。かっこよきだったー。パサモリカラーだ。古田新太？何の人だろう。古田新太 TJ。俳優さんか。顔は見たことある。これもスーパーフライなんですね。スーパーフライっていうのは、歌手ですか？それともバンド？それとも作曲家？ガローティモスモデリング協力に浅井真紀がいるじゃないですか？結構ボーカル曲多かったですね。バンドなんだ。カロのお気持ち表明そういう解釈の仕方も。だんだんと色が変わってく。最初黄色かったのに赤くなってく。消防っぽい黄色からプロメアのバーニッシュフレアのピンク色に。なるほどね。
黒目あのから。今石監督。今石ひろゆき。あ、終わった。はーい、というわけで終了しました。今石監督って他には何やってるんだろう。グレン・ラガンとバンストとキルラキル、ん？キルラキルは監督か。あとパトロール、宇宙パトロール、ルルコ。なるほどね。あの妹くんの機体の乗り方がダリフラっぽいなって思ったらダリフラも関わってるんだたぶんその辺から来たんでしょうね。あれはいや面白かった。熱い映画でございました。ではでは、また次回の同時視聴配信でお会いしましょう。バイバイ、またにー。